市川團十郎さんが2022年12月15日レイカちゃんと勸玄くんの舞台裏の様子を公開し反響を呼んでいました。時間の使い方がお上手、もう立派なしんのすけさん。歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身のブログを更新し、子どもたちの成長の様子を綴っていました。12月5日から團十郎さんが出演していた12月大歌舞伎に、長女の麗華ちゃんは4代目市川ぼたん、長男の勸玄くんは8代目市川新之助として出演していました。團十郎さんは13日に麗華の支度というタイトルでブログを更新されています。今日のお化粧、だいぶ自分でやってました。日々工夫している姿、見ていて楽しいですと、出番に向けて化粧をしている麗華ちゃんの様子を投稿されていました。およそ1時間後に、いってらっしゃいというタイトルで再びブログを更新した團十郎さんは、化粧を終えた麗華ちゃんの写真を投稿。今日自分でほとんど化粧したらしく、いい感じになっていて私も嬉しいです、いってらっしゃいとコメントしておられます。麗華ちゃんの写真を投稿し、いつも偉いよと感心した様子を綴っておられます。さらに14日のブログでは、勸玄くんが化粧してもらっている舞台裏の様子や化粧を終えた写真を投稿されています。麗華ちゃんと勸玄くんの舞台裏の姿に、ファンからは、麗華ちゃん空いている時間に宿題、時間の使い方がお上手です、カンカンくんと呼ぶよりもう立派なしんのすけさんになられましたね、など多くのコメントが寄せられています。麗華ちゃんも勸玄くんも楽屋で宿題をされたりしているんですね。すごいですね。健康に気をつけながら頑張っていただきたいと思います。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。